カララ市は、ルーマニア南東部のカララ市県にある都市、同県の県都でもある。ドナウ川の支流のボルセア川沿いに築かれ、近くには、ブルガリアとの国境がある。首都ブカレストとは125キロメートルほどの距離がある。製材、製紙、食品加工、グラス製造、繊維、医療機器生産、重工業が盛ん。 1900年国勢調査時の人口は11,024人だった。その後、2002年の国勢調査では739人で、そのうち95.86%がルーマニア人、3.45%がロマであった。モデル、オストロブ、ロセティ、グラリシュテア、クザボーリップニツァ、ステファンボウなどの周辺都市を含めると11万人に達する。 ワラキア君主が、戦死時代の村の跡地に、イスタンブールへの中継地点として建設し、馬乗りによって統治された。その後は、町となり、1834年に県都になった。DN3, DN21, DN31, DN3 バイトなどの幹線道路が通り、A2 のレフリウガラ、ドラガリナ、フェテシティの核、出口からもアクセスできる。大陸性気候で、 年間平均気温は摂氏11.3度。史上最低気温は1938年1月9日に記録された摂氏30度で、史上最高気温は1957年8月10日に記録された摂氏41.4度である。ルーマニアサッカーリーグ、リーガスー所属の FC ドゥナレアカララシが本拠地としている。ありがとうございます。